2023年12月12日に、川崎重工は、グループビジョン2030進捗報告の中で、待ちに待った海上自衛隊の潜水艦体ゲイ型に続く次期潜水艦のコンセプト案を明らかにした。現在の海上自衛隊の潜水艦は、すべて、川崎重工と三菱重工が建造を担当しており、ディーゼル重機に関しては、すべて川崎重工が製造している。今回は、次期戦闘機ならぬ時期潜水艦について詳しく見ていきましょう。日本政府は、2022年12月に発表した防衛力整備計画において、垂直ミサイル発射システム VLS を搭載した潜水艦を開発することを公開した。この VLS を搭載した潜水艦はアメリカ海軍などでは散見されるが、今のところ海上自衛隊には存在していない。川崎重工は、次期潜水艦の新たな船型開発検討作業を防衛省から受注しているほか、敵の魚雷などの脅威圏外から、攻撃可能なスタンドオフミサイルを搭載する目標を掲げる防衛省の研究にも参画している。今回、川崎重工が明らかにしたコンセプト案は、オリジナルのものとなっており、海上自衛隊の潜水艦、双竜や大ゲイとは異なり、船体中央部にある構造物、セイルが、やや船体後方に移動しているのがわかる。このコンセプト案にはスタンドオフミサイル搭載のみならず、高度な、ステルス技術や探知技術、二酸化炭素分離回収技術、機動性の向上も盛り込まれている。防衛装備庁も、次期潜水艦に関しては、2023年11月に開催した防衛装備庁技術シンポジウム2023で、過去の例に見られない船体形状、構造への変更も視野に入れて研究を行っていることを明らかにしている。さらに、同庁は、潜水艦の新装備として、VLS、新技術として、対衝撃、音響ステルスに優れる浮き甲板を挙げており、潜水艦構造様式の研究を進めている。現在は、あくまで、設計前のコンセプト案や、研究の段階となっているが、次期潜水艦完成に向けた動きは、着々と進んでいるようだ。その姿は、双竜や大ゲイから大きく変化する可能性も十分にある。コンセプト案を見てみると、まるで、ロシアの台風急減船のように VLS を、艦の全部に持ってくるような形となっている。VLS を、艦の前に置くのか、後ろに置くのかは、それぞれ意味があるのだが、海上自衛隊としては、広報動力部が VLS により窮屈になるのを避けたのではないかと想像する。次期潜水艦が搭載することになるスタンドオフミサイルは、おそらく、人に、意識地対艦誘導弾の改良型が搭載されるはずなので、敵基地攻撃能力を持つと同時に対艦戦闘にも使用できるだろう。従来の弾薬搭載スペースの問題から、魚雷艦発射型の対艦ミサイル、ハープーン UGM-84 は、射程も 140km 前後と短いので廃止されると見積もられる。ただし、潜水艦発射型ミサイルとなった場合、ミサイルを発射するには、かなりの先進度に位置する必要があり、そのせいで、敵に発見される可能性も高まってしまう。あるいは、スタンドオフミサイルを新進度から発射できる機構にして搭載するのかは見物である。どちらにせよ、スタンドオフミサイルを潜水艦という秘匿場所に隠せたら、中国も迂闊に攻撃できなくなるということに関しては、抑止力にもつながり有効だろう。次期潜水艦にはトマホークを搭載しません。その理由としては、アメリカからトマホークを購入したのは、あくまでも、人に意識対艦誘導弾の能力向上型が完成するまでの間の2026年頃に、中国の台湾侵攻が噂されていたからである。人蓋式の能力向上型を待っていられないから、仕方なくトマホークを購入したのであり、防衛省が、トマホークの配備を急いでいることは、もともと、トマホークの前段を、新型のブロック5で購入を希望していたのに、購入分の半分を、現行のブロック4で購入することからも、その場しのぎレベルであることは明らかでしょう。日本は持っていないが、中華人民解放軍は、早期警戒衛星を所持しているため、
ミサイルが海上に飛び出てメインモーターに点火すれば、その特有の熱線シグネチャで即座に探知される。そういった背景から、ミサイルの発射頻度は浅くても同じだろう。政府は、昨年の12月、反撃能力を保有することなどを盛り込んだ安全保障関連の3つの文書を決定し、5年間で合計43兆円を投じて、防衛力の抜本的な強化を進めると発表した。ここ1年で反撃能力に活用するミサイルの配備を急ぎ、射程を伸ばす改良を進めている国産の1式地対艦誘導弾に関して、木原防衛大臣は12月15日、当初の計画から1年前倒しにして2025年度から配備することを決意した。また、アメリカから購入する巡航ミサイル型のトマホークも、半数の200発を1年前倒しにして2025年度からの配備予定を組んでいる。その一方で、防衛装備品の中には、円安や物価高の影響で価格上昇が見られるものもあり、例えば、陸上自衛隊の CH-47 輸送ヘリコプターは、一昨年までの5年間は、平均で1機76億円だったが、来年度予算案の概算要求では、2倍以上の185億円に上がっている。こうした価格上昇や、財源の確保に向けた増税の開始時期が決定されない中、計画通りに防衛力の強化を進められるかが一つの課題となる。木原防衛大臣は、閣議後の記者会見において、防衛力の抜本的強化の実現に向けて、取り組みを一つ一つ着実に進めることができた。円安や物価高による装備品の価格上昇への対応が課題だが、一層の効率化や合理化を徹底することで、計画に定められた金額の範囲内で、必要な防衛力の強化を行っていく。国民の理解をしっかりと得られるように、丁寧な説明やわかりやすい情報発信を心がけていきたいと丁寧に述べた。さらに、木原防衛大臣は、厳しい安全保障環境を踏まえ、前倒しは、実戦的なスタンドオフミサイルによる防衛能力を早期に獲得しなければならないという切迫感を具現化したものだと述べており、日本の海域を脅かす諸外国に対する強いアピールをした。しかし、防衛力の抜本的強化の財源確保に向けた増税の開始時期が決まっていないため、まだまだ油断もできないし、最近の自民党スキャンダルを盾にして、裏で何が行われているのか疑わしいところだ。自民・公明両党は、昨年決定した税制改正大綱において、法人税、所得税、タバコ税の3つの税目で、増税などの措置を複数度仕掛けて実施し、2027年度に1兆円余りを確保するとしていたが、本来は、単に国債を発行すればよかった話ではないだろうか。増税の開始時期は、2024年以降の適切な時期と述べただけで、2023年に改めて与党で議論して決めることにしていたため、今年の税制改正議論においては、増税の開始時期が焦点の一つとなっていた。防衛に関する装備品の導入をめぐっては、防衛省の担当者が、ここまで高いのは想定外だという円安や物価高の影響が懸念されているようだが、台湾有事や尖閣諸島問題、北方領土問題を鑑みたら弱音を吐いている場合ではない。政府は、まとめ買いなどを活用して効率化、合理化を図り、43兆円の範囲内で進めていく方針を立てているが、1年前に必要だとして掲げた強化策は全て実現できるのかというのは注目していきたい。実施時期が明らかになっていなくても、財源の一部を増税によって確保しようとしているだけに、政府には説得力のある説明が求められ、我々国民はそれを聞いて政治家の言いなりになるのではなく疑問に思ったり、不服に感じたりしたら声を上げられる。そんな日本になればいいなと思慮する。